皆さんご機嫌いかがでしょうか。ライス定食です。本日遊んでいくおもちゃはこちらでございます。仮面ライダーゼロワン仮面ライダーチョコです。はい、こちら毎年恒例の仮面ライダーチョコでございまして、1個100円です。9月の2日から発売しております。お菓子としてはこううまい棒形状みたいな、縦長のふ菓子的なものにチョコレートがコーティングされているお菓子で、結構美味しいんだよね。これが3本入ってるっていう感じですね。それぞれのチョコにはこんな感じでね、袋に入ってて、仮面ライダーゼロワンに関するパッケージがされております。毎年恒例のミラクルライダーボックスキャンペーン、今年もありまして、大当たりシールが箱の中に入ってたら、こちらの SG、まあ食玩ですね、食玩ライジングホッパープログライズ機イエローオーロラバージョンが当たります。オーロラカラー仕様、クリア仕様というわけでホロシールが使われたすげー豪華なプログライズ機ですね。合計2000名様というわけで、非常に狭き門ではありますけれども、こちら何としても手に入れたい、欲しければ当てればいいじゃない、買えばいいじゃないというわけで、ワンボックス、こちら14個ですね、購入してまいりました。いや、こちらね、会社の近くにありますセブンイレブンで箱買いしてまいりました。いやー、すごい目で見られたね。ランチタイムのね、サラリーマンがたくさん並んでいる行列にこちらの、ボックスを持って並ぶ私でございます。とりあえずですね、こちら1個ずつ開封していって、なんとか大当たりの、プログライズキーゲットしたいと思います。外箱見てみますと、まあチョコ3本入りということで、先ほどね画面にも出してましたけど、プログライズキーのキャンペーンについて大きく書かれてて、ゼロワンの顔が写っているのと、まあキャンペーンについての詳細が書かれてますね。大当たりシール1枚で必ずゲットできるのと、応募券3枚で抽選で毎月100名に当たるということですね。まあなんとか大当たりでゲットしたいとこではありますけれども、とりあえず開けてまいりましょう。とりあえず一袋目、はい、入ってない。入ってるとね、ここのね、チョコのこの包装にくるっと巻いてある形で大当たり券が入っているらしいです。まあ、僕も当然ね見たことありませんけど、というわけで、仮面ライダーゼロワンとフライングファルコンでプログライズ機ですね。プログライズ機いいね、これすげえかっこいい。とりあえずせっかくなんで1個食べてみようか。中開けるとこんな感じで、うまい棒形状とは言ったけどだいぶ短いけどね。うん、いただきます。うん、あ、おいしい、あ、おいしいね、これこれね、思った以上にね、しっかりチョコの味しててね、おいしいのよ、これ。うん、では続いて2つ目、はい、入ってない。どんどんいこう、どん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 いこう、はい、いきます、せーの、どんどん、はい、入ってない。まあ、ワンボックスぐらい手に入れるとは思ってませんけどね、やっぱり奇跡を信じて開けていきましょう。はい、飛び出したけど入ってない。はい、続いて5箱目、はい、入ってない。よくよく考えてみたら14でしょ、なんで、31が3、4、12で42。いきなり42本のチョコをゲットできた。はい、行きましょう、どうどん、はい、入ってない。なんとかお願いしたいとこですけれども、どうどん、はい、入ってない。まだまだ行きます、ちょうど半分ぐらいかな、行きましょう、はい、入ってない。あー、負けられない戦いがここにはある。あー、入ってない、全部黄色い。まだね、パープフォームも少ないからね、このパッケージもそんなに種類がないんだよね。はい、行きましょう、どうどん、はい、入ってない。残り4箱いきます、どん、ない。さあ、もうなんとかお願いしたい、はい、ない、ない、ない。ラスト2個です、行きましょう、どうどん、ない。めっちゃ中が透けてんのばっかり。さあ、最後でございます、最後でございます。なんとかお願いをしたい、行きましょう、どう。ないない、ない。というわけで、今回仮面ライダーチョコ1ボックス14箱開封してまいりましたけれども、当たり券は入っておりませんでした。とりあえずね、パッケージ中見てみますと、さあ、ここをめくってじゃんけん、なんとじゃんけんゲームができるみたいですね。中開けてみるとパーですね。
うん、わかった。まあ、といったゲームができるようになってます。じゃんけんなの今回全部。今回じゃんけんなんだ。こんなん前もあったっけ？まあ、とりあえずね、この大量の仮面ライダーチョコに関しては、会社持ってってね、会社の子たちで分けてもらおうかななんて思っております。とりあえずリベンジはしようと思ってるので、また見つけたらね、ちょこちょこ買っていきたいと思います。本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。